どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではスプラのアップデートが来ましたので、ちょっと見ていきたいなと思います。やっと今日来ましたね。今撮ってるんですけど1時間前ぐらいに来た感じです。で 5.10 でアップデートが10月18日ということなんで、明日だね。結構早い段階というか調整が入ったような感じになってます。じゃあ早速見ていきたいと思います。はい、ページ切り替えました。でどんな感じかなっていうところなんですけど、まずはデータの追加とか調整の話だね。このあたりはフェスに関する内容かなという感じかな。で早速武器だね、体制に関する変更ということで、マヒマヒの地形が変更されると、結構改修工事は早めに終わるところだね。ここに関してはね、思ったより早かったね。で、メインウェポンの性能の変化見ていきましょうか。で、メイン性能の変化っていうところで言うと、まあ、もみじ、まあ、移動速度が増えたっていうところだね。これ塗り強化になるよね。対面強化っていうよりかは、射撃時だから塗りとかっていうところかな。で、L3 も時間経過にはダメージ減衰遅くなるってことなんで、もしかしたら一角取れやすくなるっていう感じだね。これも一緒だね。威力減衰発生すると結構辛いところあるからね。で、Sブラストは結構アップデートが入ってましたね。リンク消費量が減る。これサマランの方でも今影響でかいかもね。あとはアクション強化によるジャンプ中のブレを抑えるというのも少ない数で発揮されるんで、ギア軽減っていうところはここはいいかなと思います。で、気になったのがカーボンとかローラーシュが結構厄介だなと思ってて、まあ、弓使ってるんで高台いることが多いんですけど、この角度でやられることが増えるってことなんだよね。なんでカーボンとスプラローラー同じ修正が入ってるってとこです。まあ確かに本作のローラーの横幅って狭かったイメージあるもんね。でちょっと厄介かな。近づかれて裁くってことやってたけど、これがしづらくなる可能性があるってことだね。でフィンセントはインク回復が早くなるっていうところか。で威力減衰調整して、まあ、遠くまで50ダメージ 33.4 が与えられるようになると、ちょっと減衰率が変わったっていうとこかな。でスプラスピナもアプデで強化されてるね。 13% 上がって、で一番気になったのはここかな。弓として気になったのがハイドラ。これなかなか思い切ったね。チャージ中の移動速度が約 10% だから、チャージ中だもんね。顔出しが速くなる可能性があるなっていうところ。あと射撃の継続時間が 8% 長くなってるんで、これインク消費量が同じで射撃時間が伸びてるってことを考えると、まあ、ちょっとキル取るチャンスがハイドラ自体が増えるっていうところだね。短くチャージしても一発多く打てたりとかっていうのもあるかもしれないから、これ人によってはめちゃくちゃ強いアップデートかもしれないね。特に前線に出るハイドラントとかになると苦しめられる展開は出てくるかもしれないなというところ。そうで、これ弓視点で言うと、この射撃時間がちょっと伸びるって意外としんどくて、相手の攻撃をしのいでからカウンターを入れるってことが多いと思うんで、これね意外としんどくなるかなと思う。で場合によっては塗り強化にも近いもんね。射撃時間があるとかそれだけ塗りもできるんで、ちょっとなハイドラに関しては嫌なアップデきたなとハイドラント使いからするとね嬉しいアップデなんだけどね、弓使いからするとミラー武器だからちょっとしんどいなっていうのは正直あるね。でケルビンはダメージに関するっていうとこか。ケルビンこれでちょっと増えるかな。発射されてから時間経過でダメージ減衰速度より楽にしたって話だけど、結構ね火力あるわりにダメージ減衰すごかったもんね。で次がサブだね。サブに関してはカーリングボブだけで、しかもインクタンクが70から65ってことなんで、これボールドの強化か主に。まあでもそれで言うとラクトもカーリングだったから、まあ、ラクトも強化っちゃ強化だよね。比較的塗りが強い武器でカーリングが使えるっていうか、インク効率が良くなるから、この辺りはサブの積み方が変わってくるかもね。じゃあ次行きますか。で次スペシャル項目は弓にとって結構大きな話かなと思います。でまずメガホンレーザー 5.1 ちゃん、これに関しては与えるダメージを約 17% 増えましたっていう話なんだよね。でこれ多分計算式が画面に出てるかなと思うんだけど、多分 17% ってね
総ダメージで見たら結構な数値なんだけど、そのフレーム単位で見ると実はそうでもないいう話なんだよね。で、なんでわざわざそういう話をするかってことなんだけど、ちょっと画面変えようかな。はい、ここですね、下の方に入ってるんですけど、まあスペシャルウェポンのうちメガホンレーザー 5.1 ちゃんに関しては、多くのプレイヤーがこの攻撃の回避行動に慣れてきていることを考慮し、ダメージ量の調整を行いましたっていう風になってるんですよ。で、まあ確かにメガホンレーザー使ってて、まあ当たらないっちゃ当たらないっていうか、回避行動慣れてきてるっていうのがあるんだけど、この回避行動っていうのがダメージがあるから避けれるかっていうわけじゃなくて、その歩いたりとかっていうその追尾性能の話なのよね。で、回避するって普通に歩いてその場ジャンプとかすれば時間稼ぎもできるんで、これ自体は非常に、なんかダメージと密接してるかって言われるとちょっと微妙だなっていうのが、弓使いとして、まあ個人としてはちょっと微妙だなっていうところ。で、先ほどダメージの表も出たかなと思うんですけど、そんなに高くないんですよね。総合ダメージが全部当たれば、まあだいぶ火力は上がったなっていう認識になるんですけど、実は、フレーム単位で見ると1秒今まで 1秒っていうか、フレーム単位で言ったら60フレームなんで1フレーム1ダメージっていう感じなのね。だから1秒でだいたい60ダメージ入るかなっていうのが、まあ60ちょいになったぐらいなんで、キルの感覚としては、あ、ちょっと早いかなとか、ボンミスした人に対しては強いなっていうぐらいなんで、なんか思ってたよりもダメージアップっていうのはちょっと望めないなっていう感覚です。まあないよりかマシなんだけどね。ちょっと 17% だけっていうのがもどかしいなっていうのが正直ありますね。環境的に他のスペシャルは強いからね、ミラー武器とか特に強いのばっかりだから、メガホンはもうちょっと思い切ってもよかったんじゃないかなっていうのが正直な感想です。あとは帝王以下に関してはチャージしていない時の移動速度が 11% 速くなる、なんで、まあより前線に上がっていくっていう動きとか、まあこれに関して言うと逃げがちょっと速くなるんだよね、帝王以下ね。逃げの速度が速くなるんで、前線上がってきたりとか、今だったらオバデコとか前来るけど、まあそれで逃げるのも速くなって取りこぼしが増えるっていうことにはなるんじゃないかなと思って、結構帝王以下はやばいなと思って。で、ウルシュアヤさすがにやっぱ弱体来ましたね。53%に減らしましたっていうことで、ダメージはまあ減って、爆風が減ったってことだけど、これに関しては連動が高い人が残っていくのではないかっていうところですね。で、最後、マルチミサイル。こちらも爆風30ダメを与える範囲の半径を 15% 小さくしましたってことなんですけど、まあ確かに爆風ダメに関しては悪くはないんだけど、当たってないのに死んじゃうっていうことが多いよね。ちょっとブラスターに近い現象かなと思うけど、この範囲がちっちゃくなるのは、まあ、カーリング上げた分、下がったみたいなのがね、ラクトの弱体にちょっと近いようなね、自己防止みたいなところがあるかなと思います。で、武器に関しては最後ですね、武器ポイントがいろいろ変わってますということで、モデラート、ラピッド、ワイドローラーは、まあ、少なくなったと。で、その代わり、ボトルとか必然ヒュー、デュアル、ジム。これ結構大会で流行った武器じゃないかな。がね、10ポイントずつ増えてるという感じです。まあ、ちょっと調整が入ったなという感じかな。まあ、ただ10ポイントぐらいだったら人によってはね、生存率高めの人とかからするとそこまで差はないかもしれないけど、全体の回転率としてはちょっと下がったなっていうところかなと思います。で、まあ通してみて思ったのは、まあスペシャルとかね、今の環境に関してちょっと手を入れてくれたなっていうところですね。まあただそれだけというところです。後衛に関してこう何も入ってないかな。ハイドラントぐらいだもんね。射程長い武器で調整入ったのね。で、あとはスペシャルに関しては、スペシャルを弱体するっていうよりも強化をしてっていうとこです。で、武器の強化見て弓で思ったのは、まあ、そんなに環境としてというか、動きが変わるとかっていうことはないんじゃないかなと思う。ただ、X マッチのミラーでハイドラントの使用率が増える可能性はあるなと。まあでも他の枠も強いからね、ミラー枠ね。そこは増えるかもしれないけど、とか、まあいろんな武器を使う人が増えるといいなっていうところはあるんだけど、ウルシュを持ってた人たちがすぐ変わるかっていうと、それでもちょっとね、強い部分ではあるからね、ウルシュがね、あるから、まあこのあたりは、弓としてそこまで影響は大きくないんじゃないかなと思う。ちょっとメガホンがね、もうちょっと思い切ったらよかったなっていうのが正直なところです。
で、その他に関しては、まあ、スプリンクラーの話とかですね、まあ、ボムが重なると破壊できないとか、そういった問題があります。まあ、それ以外かな。まあ、あとはカニタンクが終わった後浮き上がったりとか、そういうところみたいですね。はい。で、他にもまあ、サーモンランとかいろいろあるんですが、まあ、不具合に関してとかは、プレイヤーとかの情報なんで、まあ、このあたりはいいのかなというとこですが、弓に関して言うと、そんなに影響するものはないっていうか、スプリンクラーくらいかなっていうとこでしたね。ポイズンがなんかエラーが出てるとか、そういうのはなかったですからね。ただ、メガホンレーザーに関しては、やっぱここの文章だよね。回避行動に慣れてきたっていう認識を運営がしているので、ダメージ量だけでうまくいくのかどうかみたいなことをまず見てるのかなっていう気もしている。まあ救済処置じゃないけどね。なんで、ちょっとこれは様子見になってくるのかなっていう気もします。こうなってくると、そうだね、弓はしっかり見てもらってるんだなっていう気はするけど、メガホンってその他ないもんね。ゴツとかそのあたりになるけど、あとパブロとかね。ゴツパブロとかだけど、まあメガホンを使える武器も少ないんで、まあ弓視点でこのあたりは見てもらってるのかなっていう気はしますね。大会でもあんま見ないからね。これで少しでも環境が変われば嬉しいなというところ。ただびっくりしたのはサメライドだね。サメライドに関しては本当最近の流行りっていうのもあるけど、一切テコ入れはないっていうことなので、まあ、サメライドが次回、まあ次のシーズンかでどうなるかっていうのはちょっと楽しみにしたいなと思います。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ、今後も実況とか解説動画を作っていきますので、よければチャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。